了です。はじめに手前に信号機のボタンがあるのにわざわざ遠くのボタンを押しに行った間抜けな鵜久主の姿をご覧ください。草生えますね。この橋通るとなぜだかバーチャレーシングを思い出すわね。イキロスエルロン。ゲームと同じオレンジの橋を通過よ。セガさん、ごめんなさい。死んでくれません？左に行くと小菅、奥多摩周遊道路方面へ。この人、このゲームのデモ音楽よっぽど好きらしい。セガのハードを選んだ人間がそういった人生を歩めると思うなよ。初めてのキャンプツーリングの時、鵜久主が転倒したところで、あの頃は敵対方法も未熟でシートもほんの少ししか座るとこなくて大変だったわ。これだけははっきりと真実を伝えたかった。
道の駅から山入り口を通過。後ろに速そうな車がいたので先に見かけたわ。先に行ってもらった方がこちらは気が楽だし、お互い気持ちよく走れるわ。エンジン音がかなり乾いた音だわ。かなり垂れてきてるわね。これから白い悪魔が現れるわよ。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。大菩薩峠を一生懸命登るわ。
砲が上がるたびにだんだん雪が増えていくわ。除雪車の皆さん、ご苦労様です。やばーい。明らかに下界と別世界になってきたわ。やばばばばばばば。なんとかいけそうだからこのまま進むわ。だけど無理は禁物よ。そんな装備で大丈夫か？お前はもう死んでいる。敵じゃないか。我が軍は今回の動画はここまでです。ここまでご視聴ありがとうございました。